安典さん、助けてください。電話を保留にした途端、俺に話しかけてくる後輩。俺は席を立って後輩の隣に行く。その場合、これを提案してみたらどうかな。それでも無理なら対応変わるから教えて。青ざめた顔の後輩はうなずき、電話に出る。しばらくすると後輩の顔色は戻った。受話器を置いて頭を下げる後輩に、苦情だと思うとその分気負ってしまうからな。相手の話を聞いて代替案を提示すれば意外となんとかなるものだよ。と言って笑うと後輩はうなずいた。俺の名前は安典。今年で59歳の会社員だ。高校を卒業して入社したので、もう40年以上勤めている。俺が入社した頃よりも、大卒のエリートが増え、役職者はエリート社員ばかりになった。とはいえ、中小企業だけど安定しているし、このまま定年まで勤めるだろうと思っていた。俺は総務部に所属しているが、取引先からの苦情をよく受けている。営業部にいたこともあり、取引先の人を知っていたからだ。最初に苦情処理をしたのがきっかけで電話を受けるようになった。苦情の電話はそれなりにあるが、俺は別に苦情処理は苦ではない。そりゃ激怒している相手をなだめるのは大変だ。でも俺の幼馴染で今でも付き合いのある友人が、昔は血気盛んでよく喧嘩の仲裁をしていた。その友人はたけしというのだが、たけしは喧嘩を売られれば買うし、正義感も強いので、自分より弱い相手に手を出す人間は許さない。だから、昔から無駄なトラブルにも巻き込まれて、よく一緒にいた俺は、その仲裁をすることが多かったのだ。おかげで、人をなだめることが得意になってしまった。たけしも年齢を重ねるごとに落ち着き、今では、親から継いだ商店を営んでいる。そこそこ忙しいらしく、安典が定年退職したら、うちで働いてくれよ、とよく言っている。まあ、いつもの冗談だと思うし、そもそも、定年はまだ先だ。ある日、お世話になっていた上司が定年退職をし、エリート社員である橋本が後任になった。そして、社内の雰囲気は変わってしまう。橋本は他部署から移動してきたので、総務部の内情はあまり分かっていないようだ。総務部の誰かが昇進だろうという話が出ていたのだが、直前で橋本の就任が決まり、引き継ぎもバタバタしていたらしい。俺の入社時から上層部も代替わりして、エリート志向になってから役職者は大卒でないといけないというような風潮に変わってきた。橋本は50歳らしく、俺や他のベテラン社員よりも若い。こういったところはやりづらいと思ったが、仕事は仕事だ。そう思っていたが、ある日休憩所で、橋本が同僚らしき人間と話しているのが聞こえてしまった。うちの部も老害が多くてさ、やりづらくてしょうがないよ。橋本は俺が入ってきたのには気づかず、自販機の奥で話している。老害ね。橋本の言う老害の中には、俺も入っているのだろう。俺にはそう言われないようにきっちりと仕事をすることしかできなかった。それから半月後、大して橋本との交流もないまま、橋本は上層部からの命令で、部署の全員と面談をすることになった、という。部署はざわついた。リストラ候補でも見極めるのだろうかと、特に俺たちの年代はヒヤリとする。数日後には、他部署で俺よりも年上の社員が突然来なくなったという話を耳にした。もしかして、リストラにあったのだろうか。その翌日、俺は橋本に呼ばれて面談に向かった。すると、橋本は、あんた、自分がどの程度会社に貢献してると思ってる?と言ってくる。いくら上司とはいえ、あんたなんて言われ方は気に食わない。
少しムッとしながらも、なんとか答える。事務作業はもちろんきちんと行っていますが、取引先とのやりとりも円滑に進むようフォローしています。橋本は、それを聞くと笑い出した。事務しかできないあんたが何をどうフォローするんだよ。俺は、もともと営業部にいて、取引先にも知り合いが多いことを伝えようとしたが、橋本は俺の話を聞かずに続ける。俺もそうだし、営業部の方も役職者はみんなエリートに変わった。あんた高卒でしょ。まあ、それなら昇進もないだろうし。何より、自分より年下が上司で恥ずかしくないの？俺は、安定した給料がもらえれば、それに越したことはない。自分の仕事には誇りを持っているし、しっかり仕事もしている。しかし、橋本は俺の存在を否定してくる。さらに橋本は、用意してあった俺の履歴書をちらりと見て。あんた昭和39年生まれ？と、大きな声を上げた。ええ、そうですか。嘘をつく必要もないので、俺はうなずく。橋本はニヤニヤしながら。まさに老害だな。とつぶやいた。俺は自分のこめかみがピクッと動くのを感じる。橋本はそんな俺の様子になんか気づかず話を続けた。あんたパソコンとか使えるの？新しいことを覚えたがらない人が増えてて、会社としても困ってるんだ。特にエリートでもない人間は正直言っていても無駄。だったら大卒の若手を使った方がいいだろう。俺はその瞬間に気持ちが爆発した。しかし、表には出さない。感情を出したところで、この男には話が通じないからだ。橋本はにやりと笑う。今何人か採用したところなんだ。今後は大学院卒のエリートを使うから、生産性ゼロの老害はクビだ。と言った。俺がその言葉にあっけに取られていると、橋本は俺を見て笑い。だから、あんたみたいに何の役にも立たない高卒の老害はクビだって言ってんの。と言った。俺は冷静に。では、私の仕事は誰に引き継ぎを？という。橋本は笑いながら答えた。あんたの仕事なんて誰にでもできるだろう。次に入ってくるのはあんたと違って優秀な大学院卒のエリートだぞ。時代遅れのあんたがやってた仕事の引き継ぎなんかいらん。もうあんたみたいなのに仕事をされても迷惑だから。退職届を書いてさっさと出してくれ。残りの時間は引き継ぎ書でも作っておいておけ。暇つぶしになるだろう。明日からは有給消化な。もう来なくていいから。俺はその言葉にうなずくと、一気に笑いがこみ上げてきた。名案ですね。俺は声を出して大爆笑する。橋本は不思議そうな顔をしたが、お構いなしに。俺は自分のデスクに戻り、退職届を書いて提出。そして、残りの時間で言われた通りに引き継ぎ書を作り、驚いている後輩たちには淡々と説明をした。俺は定時になると同時に退社する。翌日、俺の携帯がけたたましく鳴り響いた。出なくても要件の想像はつく。問題は誰が電話をかけてきたかだ。俺は電話に出て相手を確認する。あんたな、俺はどういうことなんだよ。電話の相手は橋本だ。俺はにやりと笑う。どういうこととは？笑いをこらえながら聞き返すと橋本は怒鳴り出した。いろんなところから苦情の電話が俺宛に殺到してるんだ。
全部あんたが担当しているところらしいぞ。今日電話が来るはずだったのに連絡が来ないと怒鳴り散らす相手もいた。どうなってるんだよ。他の奴らも苦情の電話は全部俺に回してくる。俺は順を追って説明してやった。最近営業部の部長が新しくなりましたよね。その後からトラブルが絶えないんですよ。育成もできていないみたいで取引先からの苦情がひっきりなしです。営業部への指導はしてもらっていましたが、なんせ人間関係もうまくいっていないらしく、なかなか事態が収束していません。おかげで電話は総務部に回ってくることが多く、その対応は基本的に私が行っていたんです。あんたが？橋本は怒鳴りながらそう言う。ああ、ご存じないと思いますが、私は昔営業部にいたもので、取引先の方を知っているのもあり、よく対応をしていました。中には困ったことがあると、私宛に直接電話をしてくる取引先もいますよ。他の総務部の社員が電話を取ることもありましたが、対応方法を教え、それでも収まらなければ、私が電話を代わりました。ただ、本来なら営業部の仕事だと思うので、その判断をするため、苦情の電話は橋本さんに回すよう引き継ぎをしました。引き継ぎ書にはそのように記載してありますよ。他の事務作業などの引き継ぎはいらなそうでしたし、最重要事項として引き継ぎ書に書いています。それと、うちと長いお付き合いではあるんですが、ちょっと苦情の多い取引先がありまして、そこの社長宛に今日電話を入れる予定だったんですよ。それも引き継ぎ書に書きましたし、橋本さんのデスクにメモまで貼っておきましたよ。ちょっと気難しいお客様ではありますが、大口の取引先です。電話口で怒鳴っていたのは、そこの社長じゃないですかね。もちろん、エリートである橋本さんなら、うまく対応してもらえましたよね。橋本は黙っている。俺は続けた。私が取引先へのフォローをしていたことは、かなり会社に貢献していたと思うんですけどね。橋本さんには何も分かっていただけませんでしたし、こちらの言い分も聞かず、高卒だ、老害だと言って、今までどんな仕事をしてきたかも理解しないでクビにするなんて、バカなことをしましたね。まあ、私がやっていた仕事くらい、残ったエリートの皆さんは簡単にこなしてしまうと思いますので、これ以上私に何か言ってきても無駄ですよ。ああ、それでは、出かける予定もありますので、失礼します。そう言って、電話を切る。俺は、昨日退社する前に周りに挨拶をしたが、苦情はすべて、橋本に回すべきだと言ってきた。俺が退職することになった理由も話してある。橋本の一存でクビにできるのかという後輩もいたが、俺は波風を立てたくなかったし、あんな上司がいては働く気もなくなる。あんなにいい環境だったのに、橋本一人が来たおかげで最悪な環境になった。後輩たちも、橋本の振る舞いには眉を潜めていたし、これから橋本についていく人間がどれくらいいるのか。まあ、学歴で差別をしているようじゃ未来は見えているようなものだ。ちなみに俺は主要な取引先には昨日のうちに電話で状況を伝えておいた。何か問い合わせがあれば営業部か橋本宛に連絡をもらうようにも伝えた。取引先の人たちは残念がってくれていて、ほとんどが俺の味方だ。辞めるならうちで働け、なんて言ってくれる人もいたほどで、俺が培った人脈ややってきた仕事は間違っていなかったと誇りに思えた。俺は橋本との電話を切ると家を出る。向かったのは親友のたけしの切り盛りする商店だ。少し前に、
たけしの奥さんがここでアジフライバーガーを売り出した。アジはこの辺でもよく釣れる魚で、奥さん特製の地元の野菜を使った甘辛いソースとアジフライがベストマッチ。しかもフライにすることで魚が苦手な子供も大喜びで食べる。しかし、知名度がないからか売り上げはパッとしないそうだ。奥さんは小遣い稼ぎだと笑っていた。でも味は美味しいのにもったいないと俺は思っている。俺が店に着くと、たけしはちょうど休憩に入るところだと言って、一緒に店の裏手へと行く。実は俺、会社クビになったんだよな。俺がそう言うと、たけしは、はぁ？と大きな声を出した。たけしは相変わらずの正義感で、橋本のことを非難したが、俺は、橋本の下で働いてストレスを抱えるよりはいいと話す。たけしは納得しきれない顔をしながらも、だったらうちを手伝ってくれよ。うちでは学歴も職歴も関係ないけど、お前の人との距離を近づけるスキルは接客業なら役に立つと思うんだ。人も足りなくなってきたところだし、ああ頼む。と言ってくる。定年退職したら働いてくれって本気だったのか？俺が聞くと、たけしは笑いながらうなずいた。それから2ヶ月後、俺はたけしのところで毎日楽しく働いている。するとそこへ、たまたま前の会社の取引先の人が買い物に来た。あれ、安典さん？と、驚いた様子で声をかけてくれる。今は外回りの営業中で昼食を買いに来たそうだ。俺はアジフライバーガーを勧める。それを食べた彼は、これ本格的に売り出せる味ですよ。ちょっとうちの社長に相談してみていいですか？と言い出した。そこの会社は地元紙の発行にも携わっているので、あれよあれよと話が進み、アジフライバーガーは地元紙の記事になる。そして、それを見た地元の人が買いに来るようになった。俺は別の取引先で、プライベートでも関わりのある社長に連絡をする。その社長は、俺が会社をクビになった翌日、橋本から連絡してもらう予定だった人だ。そこの会社は地元の土産物を扱う店も展開していて、アジフライバーガーを食べた社長は絶賛し、商品化して地元の名産として他の店でも売り出したらどうかという。たけしの奥さんはその計画に喜んだ。奥さんは昔から料理好きで、いつか自分の店を持ちたいと思っていたらしい。でも、たけしが実家の店を継ぐことになり、そこを手伝うために諦めた。店の一角で売れるものを作ったらどうかと言ったのはたけしらしいが、まさかこんなに評判になるとは思っていなかったという。奥さんは自分の夢のためにいろいろ勉強をしたし、アジフライバーガーを販売するための許可や資格も取っていたそうだ。今や奥さんは自分の仕事が認められたようで嬉しいと喜んでいる。安典のおかげだよ。とニコニコしながらたけしは言った。アジフライバーガーは話題になり、休日には行列もできるほどだ。俺は店先で案内をしていると、見覚えのある人物が通りかかった。橋本だ。俺と目が合った橋本は一瞬驚いた表情になったが、すぐに俺を睨みつけてきた。あんたのせいで取引先から次々と契約を打ち切られたんだよ。大学院卒のエリートを雇ったと思ったら全然仕事はできないし、他に採用した大卒の奴らも使えない。散々だよ。そこまで言うと、橋本は俺の姿を見て笑い出した。でもお前は転職先も見つからずに、スーパーのバイトってわけか。高卒にはお似合いの末路だな。お前のかわいそうな姿を見たら、俺も気が晴れたってもんだよ。
そう言われて、俺はニコリと笑う。はあ、バイトじゃないですよ。社員です。給料も悪くないし、何より、ストレスがない。俺はやっぱり人と接する仕事が好きです。そして俺は橋本に向かって言った。以前の取引先とも協力してるんですよ。その人たちから聞きましたが、橋本さん、平社員に降格したんですって。エリートなのにおかしいですね。会社の業績かなり大変なことになっているみたいですね。俺は辞めて正解ですよ。あなたみたいなポンコツエリートの下で働き続けるなんて考えられませんからね。すると橋本は、ポンコツエリートだってと食ってかかってきたが、ちょうど接客を終えたたけしが出てきた。たけしは相手が誰か俺に確認を取る。橋本だと話すとムッとする。安則はうちの店を繁盛させてくれた功労者です。前はあなたの部下だったのでしょうけど、今はうちの大切な従業員です。安則を批判する人は、俺が許さない。と言って、たけしが凄むと、橋本は顔色を変え、店を飛び出していった。後輩から聞いた話だと、橋本は平社員に降格し、営業部に異動になったそうだ。しかし、橋本は取引先にも高圧的な態度で、次々と取引は中止された。苦情の電話を取れば、ますます相手を激怒させてしまい、こちらも取引が中止されることが相次ぎ、橋本は減給処分にまで陥ったらしい。さっきは思わずポンコツエリートなんて言ってしまったが、我ながらいい表現だったと思う。自分でも笑ってしまった。その後も俺はたけしの店で働きながら、アジフライバーガーを商品化し、営業に出ることもある。売れ行きがいいので、店の横に喫茶スペースをオープンすることになった。俺は今までよりも生き生きと働いている。培ってきた人脈がこんなにも大きな力になると知って驚いているのも確かだ。俺はこれからも自分の力を発揮して楽しく働いていきたいと思う。